ほうとうはどんな性格をしていたの？希代の怠け者であり、曹操を騙した軍師。漢字が難しいことで避ける傾向にあるほうとう。赤壁の戦いや劉備の入植で暗躍しています。まるで地獄の大魔王のように。彼がいなかったら三国時代の歴史は大きく変わっていたでしょう。今回はほうとうがどんな性格をしていたか解説していきます。大器晩成した軍師ほうとうを見出したのはおじさんの宝徳でした。彼に宝数の異名を与え、諸葛亮と並ぶ軍師として名が広まりました。宝数とは中国の伝説の鳥、鳳凰の子供という意味。鳳凰はキリンと並ぶありがたい動物です。その鳳凰の一文字が冠せられたことから、いかに宝刀が優秀であったかがわかります。宝刀は人を占うとき、あえて過大評価することで皆を励ましていました。嘘も方便といったところでしょう。彼の助言によって人生を変えた武将も多いはずです。また三国時代の英雄曹操、周瑜、劉備らと対面するなど、大胆さも持ち合わせた軍師です。顔が知られていないがゆえにできた芸当かもしれません。元来人を騙す術に長けていたのでしょう。かの赤壁の戦いで火攻めが成功した理由は、船が鎖でつながれていたからです。でも冷静に考えて、わざわざ機動力の高い船を一つにするメリットなどありません。誰かがそそのかしたのです。大船団を率いて赤壁の地へ赴いた曹操軍。宝刀は呉・蜀連合軍側につきます。彼は敵の曹操軍に潜入。曹操に対面して兵士が船酔いをするかもしれない、士気を高めるため船を鎖でつないで揺れを抑えたらどうかと提案。疫病が蔓延し士気がさらに落ちるのを懸念したのか、曹操はあっさり宝刀に騙されます。これが有名な連環の計です。無数の船を密集させることで水上にありながら一気に火攻めで船団を灰にしてしまうのです。まるで周瑜の手柄のように思われていますが、実は宝刀の知恵。自ら敵陣曹操のもとへ足を運ぶなど大胆な行動に出た宝刀がいたからこそ、呉・蜀連合軍は勝利できたのです。赤壁の戦い以後、劉備に従った宝刀は地方官僚に任命されます。冷遇されたことに腹を立てたのか、仕事を1ヶ月ほど放置。村人に怠慢を報告されると、中央から張飛がやってきます。すると宝刀はたまった仕事を1日足らずで仕上げてしまい、張飛を唖然とさせます。誤った人事異動に気づいた劉備は慌てて側近に宝刀を迎えます。義に厚い劉備、親戚の劉璋がいる蜀攻めに手を煩わせます。なぜ同族を追い出してまで領地を広げる必要があるのかと。そこでペテン師宝刀の出番です。劉備の元に着いた以上、劉備軍が勝たないと自分の身も危うくなります。戦乱の世ですから軍師が一番よく分かっています。職入りに際して宝刀は劉備に3つのプロジェクトを提案します。 1. 強行突破、 2. 偽装工作、 3. 退却です。これを受けて劉備は偽装工作案を採用します。具体的には白水館を守っている武将に理由をつけて劉備の元へ招集、隙を見て暗殺するというセオリーです。劉備と劉璋は親戚ですから、親族として歓迎したいなどと言ったのでしょう。まんまと騙された楊開と高輩の両武将は宝刀の策によって命を奪われます。当時劉備と劉璋の関係は良好でしたから、疑う理由もなかったのでしょう。これによって劉備は白水館を手にします。成都攻略にあたって、まず楽城を包囲した劉備軍。宝刀は白馬にまたがって関東を抜けます。しかし関東といえば兵を潜ませるのにうってつけの狭い道です。流れ屋にあたって宝刀は命を落とします。彼の墓は今でもその地に存在。とても小さな墓です。劉備は宝刀の死を聞くと涙を流したそうです。三国志ライター上海クジラの独り言。曹操や劉備のように表立って活躍する人物ではなかった宝刀、まるで裏社会の人間のような存在でした。流れ屋に当たって死んだとなっていますが、劉璋の配下に宝刀の頭脳を恐れた者がいたのかもしれません。軍師といえば諸葛亮ばかりスポットライトが当たります。しかし曹操や劉備、
周囲の戦略に関わっていたことを考えれば、諸葛亮を凌駕する三国時代のフィクサーといっても過言ではありません。